おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は2017年のフュージョンを1ボックス開けたいと思います。まあサインカードが一番いいでしょうね。狙いとしては OB だと門田さん、あと中村のりとかいいですね。あと現役選手だと則本の直筆サインが欲しいです。さあ行きましょう。はい、じゃあ1パック目です。はい、まず出たのは今永ですね。今年大活躍しましたね。1安打完封がありました。はい、見えますかね。はい、長嶋さんが出ました。榎本喜八さんですね。はい、で、宮西投手で、鈴木啓司さん、鈴木啓司さんですね。早速出ました。レジェンダリープレイヤーの古田です。自引きしましたよ、ヤクルトの選手を。いいですね、光ってますね。はい、じゃあ2パック目いきます。お、稲村亜美が出ました。いいですね、見えますかね。はい、稲村亜美ですね。始球式カードですね。100枚限定と50枚限定のパラレル版があるそうです。谷、近藤ですね。あ、球団8000号広島の鈴木誠也ですね。はい、黒羽、はい、日ハムに移籍しました。あ、またこれは綺麗なカードですね。はい、則本投手の8試合連続2桁奪三振のインサートカードが当たりました。はい、3パック目。1ボックス15パック入りなんですよね。はい、いきます。お、秋山ですね。はい、お、これは細川ですね。ルーキーマークがついてますね。どんどん行きましょう。大山ですね。今年のルーキーマークがついてますね。はい、はい、4パック目。バッキーさんですね。はい、お、これは駒田さんですね。あ、50枚限定の駒田さんが当たりました。金枠が入ってるんですね。これ比べてみましょう、さっきの古田と。はいはいはい、なるほどね、金枠があるんですね。50枚限定の方の、はい、なるほどね。50パラが出ると直筆はどうなんでしょうかね。出ないのかな。はい、もうすごいユニフォームですね、これ。日卓ホームフライヤーズの時の張本さんですね。レギュラーカードにも写真違いのパラレル版があるみたいなので、何枚出るかなという感じでしょうかね。はい、日本ハムのソレイタ選手ですね。4打数連続本塁打。はい、あ、出ました、
広島の山本浩二選手のレジェンダリープレイヤー。これボックスに2枚入ってるみたいなんで、もう出ませんね、これはね。はい、で真ん中の2パック目です。おおお、板野友美ですね。かわいいですね。やっぱ AKB ファンとしてはね、ともちんもまたテレビで活躍してるところを見たいもんですね。はい、おバティスタが出ましたよ。はい、それで印刷、これは350本塁打の村田修一選手ですね。去就が注目されますね。ヤクルトに欲しいんだけどな、なんで小川監督取らないんだよ。はい、次いきます。これは田中さんですね。広島の田中選手、35盗塁で倒るよ。あ、源田選手出ましたよ。ルーキーマークがあります。はい、あ、ラミちゃんですね。球団9戦後ですか、巨人ので。またルーキーマークありますね、強打。はい、はいはいはい。サファテ MVP 取りましたね。すごいピッチャーですね。しかしね、あ、藤井秀吾ですね。お、山本由伸ですね、これはオリックスの。はい、則本ですね、楽天。新人年から、新人の年から5年連続2桁勝利。これはノムさんですね。はい、ノムさんです。真ん中のパックラストです。よいしょ。あ、藤田さんですね。はい、あ、真ん中からは何も出ませんでしたよ。よいしょ。あ、栗山監督ですね。あ、雄平出ました。1試合4二塁打。あ、すごいですね。はい、これは大松ですね。ヤクルトのシーズン2本の代打サヨナラ弾ねー。よいしょ。お、直筆が出ました。石川蓮、蓮って読むんでしょうかね、これは。あ、蓮さんで、女優モデルって書いてあります。石川蓮さんの直筆サインカードが出ました。やったやった、これはいいですね、嬉しいですね。はい、はいはい。じゃあ、あと何パックかな。あと3パックありますね。はい、30枚限定でした。直筆サインカードでした。はい、鳥谷選手ですね。あ、クルーン懐かしいですね。もともと横浜が連れてきたんですよね。はい、これはヤクルトの岩村ですね。1試合4二塁だね。はい、4番投手で出場といって、大谷投手ですね。球団4戦後、広島の山本浩二。はい、あと2パックです。よいしょ。
これは柳田選手ですね。最高出塁率。はい。丸ですね。はい、キラキラしてます。これは2000本安打のカードですね。鳥谷選手。はい。おめでとうございます。さあ、ラストです。はい、おこれは、A の愛理さんと読むんですね。はい、イーグルスのユニフォームで始球式をやっております。はい、ヤクルトの松岡弘さんですね。33歳8ヶ月で、開幕勝利。ああ、なるほどね。16勝、最多勝で、菊池雄星と東浜が、はい、乗っておりますね。はい、メンドーサですね。日本ハムから移籍したと。で、ラストがキラキラ光ってます。中島選手ですね、オリックス。はい。302塁打の記念カードですね。はい、以上になります。まず直筆が出たことがすごく嬉しかったです。これはいいですね。はい、以上になります。ありがとうございました。バイバイ。